皆さんこんにちはジョセフ・クラフトです今回は、えー、生産からサービスについてお話したいと思いますあの先週ですねちょっと早いかもしれないけどもリスクオン、えー、ウクライナ情勢を受けてリスクオンを少し考えてみたんですけどもあのー、ちょっと早すぎたなというのが率直な印象で、えー、まさかその 原子力原発、えー、あるいは、えー、小型の,、えー、その原子力攻撃まで及ぶとは思ってはいなかったんですけども、まあ、このままですねウクライナ情勢が長引く時にどういうふうに金融市場あるいは産業別で見たらいいのかっていうことをちょっとひもときたいと思うんですけど一つのヒントはあのこれまでコロナ禍で製造業がかなり 飛躍的に伸びてですねまあ巣ごもり需要とか言われたんですけどこれからはですねあのサービス産業宿泊飲食レジャーこういったところが注目されるのかなというのもまずですねあのここのグラフを見ていただいて分かるように雇用統計が先週発表されましたけどアメリカの。ここを見まますすとですねまず この米雇用統計の中の、えー、娯楽と宿泊雇用者数を見てみますと去年の11月まあオミクロンですねオミクロンがあのかなり蔓延した後の11月から顕著に、えー、回復してるんですね。で逆に製造業の方なんですけどもあの製造業数っていうのはこの10月ぐらいから緩やかに 下がってきたんですね、あのー、この一つの背景には今後ウクライナ情勢ロシアというのは非常に工業金属をですね非常に多く輸出しているとでそれらの価格もうすでにパラジウムとかニッケル、えー、プラチナこういった工業金属が値上がりあるいは、えー、輸出網が遮断されてなかなか供給できない。 そうすると製造業者の中では今後値上がりあるいは供給を中断製造を中断しなきゃいけない事態になってくる可能性があります。当然そううするるとと製造業株っていうのは収益が落ちてくるとで今回コロナオミクロンも収束に向かいつつアメリカはもうすでにマスクの義務化を廃止するなど ウィズコロナの体制に入ってきてきいる日本もおそらく3か月から6か月遅れでそういうふうになってくるそうなると、えー、よりですね外へ出ようということで、えー、飲食宿泊レジャーこういったところが伸びてくるのではないかと一つこのチャートを見ていただくとあのトピックスの17銘柄業種別で17銘柄を分けた指数なんですけども。 えーと青い線がですねこれがトピックスの「小売17銘柄」で構成された指数で今年の1月から動向を見ていくとほぼ横ばいですねあの日経平均がずっと下がっている中で横ばいっていうのはかなり堅調なえ業績だと思います。で比べてえまあ製造の代表格という自動車あるいは輸送というのがですね これ、ここに3月、2月末ですけども来てから急激に落ちてきてますということでやはりその当面、ウクライナ侵攻がまあ私個人の見解ですけどなかなか収束しない当面、長続きする可能性が出てくる中でそのしわ寄せが世界の製造業業者に集まってくると。 もう一つ PMI 購買担当者景気指数の動向を見ていきたいんですけどもあのこの黒い線というかグレーの線が、えー、製造業 PMI ですねでずーっと堅調、えー、に、えー、2020年の7月からずーっと堅調に上がってきてここに来てですね、えー、ちょっと落ち込んでるっていうか上値をつけてる感じが、えー、ありますと。 逆にですねあの緑のサービス業は低いんですけども特にコロナでここ落ち込んだんですけども大体この40レベルが今までの下支え線になってきてるんでここから反発しやすい環境になってきてるんではないかということでまあむろむろこういった指数を見ていくと。 よりその株式全体が下がる中でもどちらかというと製造業種よりはサービス業種の株を中心に見ていくというのも一つの手話ではないかということでまあ多少なりともウクライナ情勢の中の投資のヒントになればと思いまして今日は「製造業からサービス業へのシフト」というタイトルテーマでご紹介させていただきました。 さて明日から使える雑学あの二週間前はウクライナ先週はあのロシアで最近そのウクライナ情勢に深くあの関わっているポーランドに今日はちょっと焦点を当ててみましたあのあまり知られてない三つのトリビアを紹介していますまず一つですね私も飲んだことがないんで美味しいのかどうかわかりませんけどもポーランド人はこぞってビールに このラズベリーシロップを入れて飲むのが好きということでこ,のこれがあのビールなんですけどもでこれがラズベリーシロップでこれを合わせたものがこういうちょっと淡いあのオレンジ色になるんですけどもこれが非常に、えー、甘苦くておいしいということらしく、えー、国民的に飲まれているのがこのラズベリービールということらしいです。 2つ目有名な学者でマリー・キュリーノーベル賞を取ったマリー・キュリーってフランス人だというふうに思われてるんですけど実は、えー、マリリー・ーーキュリー夫人人はポーランド人なんですねあの結婚する前の名前がマリー・スクオドフスキっていう方で要するにフランス人のキューリー氏と結婚してマリー・キューリーになってあのフランス人というふうに思っている方が多いんですけど実はポーランド人です。 そして最後、えー、欧州最古のレストランこれがですねポーランドにあると、えー、ピビニニツツァシフィドニツカといわゆるですねあのポーランドの中でも、えー、西部チェコスロバキアの近い町にあって、えー、1257年から営業しているということで。 かなり昔からやってるということなんで、もしポーランド行かれる際はぜひ寄っていただければというふうに思います。はい、以上生産からサービスについてお話ししました。最後までご視聴いただきありがとうございました。